お久しぶりです。何これ、ペヤング焼きそば極激辛タンメン。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意ください。てれん、ジャンサンナナ TV。 こんにちは、ジャンサンナナ TV のママです。ただいま、帰ってきたよ。ですね、3月の6日に1周年を迎えた137TV なんですが、それ以降、3、4、5、もう6月中旬入っちゃったんで、3ヶ月、4ヶ月弱ぐらいずっと編集スランプに陥っておりました。137TV の動画を全て編集する担当なんですけど、主役は子供たち3人、まあ時々ママって感じなんですが、ママとジュンとサンとナナとで動画を作っていて、編集する仕事をママがやってるんですね。そのママがですね、編集スランプに陥ってしまったがために、動画が上げれない日々が続いておりました。1年間ずっとやってきて、もともと編集が得意なわけでも上手なわけでも何でもないんですが、とりあえず自分が思うようには作れていたと思うんですけれども、それすらできなくなってきて、編集ができない、どうやってやってたんだっけみたいになっちゃって、ポカーンってなっちゃってて、5月も3本ぐらいしか上げてない。さて5月何本上げたかな。5月、3月1周年記念って言って生ライン、3月は2本しか動画上げれなかった。そして4月も3本、5月も3本かな。で、6月に至っては今日、昨日初めて6月の動画を出したところで、もう全然できないってなってたんですが、昨日出した動画を作ってる最中になんか吹っ切れたかもってなったんですよ。なんか編集すごい楽しくなってきちゃって、スランプ脱したか。137脱したかっていう感じを迎えたので、これ自己診断ですけど、なんかそういう感じになった気がしたので、もう私は第6巻で生きてますから、ふわっとしたものが全てなんですけど、ふわっとスランプ脱したみたいな感覚になったので、これからも137TV をよろしくお願いしますっていう思いを込めるのと、あとちょっと動画が少なめで申し訳なかったなっていう気持ちがあるので、せっかく2700人の方にも登録していただいて応援していただいてるのに、動画が出せていないことへの申し訳なさがずっとあったので、反省の意図、これからもよろしく願いますという気持ちを込めて、今日はこれを食べていこうと思います。辛いよ、頑張る。ジャンサンナナ TV。 YouTuber といえばこれ、ね、皆様おなじみペヤング焼きそばの極激辛タンメンです。このなんか中国の服着たおじさんがここに居座ってるやつ、前はエンマ大王様がおったやつが出てたのかな、その次ですよ。これ今度中国のおじさん、担々麺だから今お湯を沸かしている最中、これ全部食べきったらこれからも応援してくださると約束してください。作ってきます。今お湯入れてきたんだけど、野菜がちょっと変わってて、やっぱ担々麺だから、ニラとひき肉、これだった。ちょっとね、入れるのまた忘れかけてお湯入れちゃったよ。危ない、よくやるんだよね。3分測ってないよ。アレクサー、3分測って。1番目、3分のタイマーを開始します。はい、よろしくお願いします。極激辛担々ソース、こいつですよ。怖いね。なんか赤い袋だ。でも中が赤いのがわかる。そう、これを作ってる間に、私が最近めっちゃハマっている、崇拝するあの方の愛飲している飲み物、辛いペヤング食べる。ピピピポポポ。アレクサー、ストップ。
これでございます。じゃ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 ーん。3分経ったからとりあえずこれお湯つけてこようか。捨ててきました。でこれ作るんですが、その前にこっち、これは今緑茶を出しているとこ。でここには氷ね、氷が入っていて、そこにじゃじゃーん、青汁。この青汁は何でもいいんですけど、普段飲んでいる、私が飲んでいる青汁をここに入れて、で熱い緑茶を今作ってるので、ちょっと熱い飲み物は、熱い辛いものを食べるときに熱い飲み物は地獄を見るので、冷たい方がいいでしょ。氷も入ってます。そろそろ緑茶の色が出るかな。ちょっと緑茶の色が出るまでこれをじゃあ混ぜていこうと思いますよ。恐ろしいね。蓋にニラが持ってかれてる。もしかしたらこのニラに助けていただくことになるかもしれないから。そしてじゃじゃーん、入れていくよ。赤いよ、なんか赤い色してるよ。わあ、赤い、赤くなってきました。赤ちゃん、入れてみたの。いや、白いけど失敗じゃない。はい、入りました。こんな赤い色をしております。担々麺の色だけど赤の割合が多いよね。うわ、熱々ってところがさ、湯気見える。湯気焼きそばの色じゃないね。全体的に赤くなりました。でも全体に伸ばすとさほど濃い色もしてないし、薄いナポリタンみたいな色してるよ。オレンジ色、薄い感じ。そんな辛くないんじゃない。これすごい辛いってみんな言ってたけど、なんかいけそうな気がする。私はもともと辛いものがちょっと得意。意外といけたらどうしよう。で、用意しないとね、飲み物はそれでも怖いから。いきます。あ、こぼしてる、こぼしてる。緑茶の色もよく出てますよ。一気に流し込んで。いいね。ちょうどぴったりで、青汁だからやっぱよく振らないといけないんだから、ね、そしてこれ、これちょっと待って、よし、さあ準備 OK だね。これでいいんじゃない。食べよう、食べよう。それでは手を合わせてください。合わせました。いただきます、いただきます、いただきます。そうでもない気もする。色がそんなに、もう涙出てきた、涙出てきた。
のこれ。めちゃんこ辛い。これから頑張っていく意気込みと、たくさん応援してくださってる2700人の方々へのお礼とお詫びと、これから出会ってくださる方々への感謝を込めて完食していきたいと思います。怖い怖いよ、怖い怖い、痛い。うん、痛い。喋ると息で、自分の息で辛さが増す。これやばいよ。紹介が遅れました。この青汁の緑茶割りは私が崇拝する YouTuber ブリアナギガンテさんがいつも飲んでいらっしゃる、愛飲していらっしゃる
飲み物でございます。このところはブリアナちゃんを崇拝するあまり、私もいつもこのバーゴジェルの緑茶割りを、毎日飲んでいるというわけです。ブリアナちゃん、助けてブリアナちゃん、ちょっとの唇見て見えるか、この唇。ジェンサンナラ TV。 私はいつもいろんな企画を考えますが、台本なし、準備もそこそこで、何も考えず撮影を始めて、その撮った映像をああだこうだとあれやこれやと編集し、そして一本の動画に仕上げております。何が生み出されるかはその時にならないとわからないという状態で、子供たちが何を話すのか、子供たちが何を思うのか、何をするのか、いつもわからない状態で、私も何を言うのか、私も何を思うのか、わからない状態で動画を撮影しております。なので編集して出来上がった動画というのは、出来上がるまでどんなものができるか分かっておらず、私本人も、それが私にとっては逆に楽しかったりするわけで、毎度毎度、おお、こんな時じゅうちゃんはこんな表情してたのかとか、おお、ママこんなこと言ったっけとか、さんちゃんそこでそれ言うとか、ななちゃん、ななちゃん、いっぱい喋れるようになってきたね、なんて思いながら、編集をすることが楽しかったんでございます。それを思い出しました。この4ヶ月間のスランプを、それを思い出すことによって脱することができたと実感しております。そんな動画が昨日上がっておりますので、ぜひご覧ください。こちらです。この辺に出てると思います。慣れてきた、ちょっと慣れてきたかな、ちょっと慣れてきた、いや無理、というわけで137TV をこれからもよろしくお願いします。いくよ、最後の一口かな、いくぜ、いくぜ、
食べた。13の TV をこれからもよろしくお願いします。手を合わせてください。お待たせました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それでは13の TV のママでした。唇がもうさヒリヒリなんだけど、これからもじゅうちゃん、さんちゃん、ななちゃんとママとドキドキパパでこの13TV の動画たくさんアップしていこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。辛いよ。それからママはお絵かきママとしてもう一つのチャンネルでお絵かきの動画も出しております。そちらの方もぜひご覧ください。お絵かきのライブ、ラインライブでもちいこは毎日活動しております。そちらもぜひチェック、そちらもぜひチェックしてみてください、概要欄の方に全て貼ってありますので、そちらからピュッて飛んでいってください。そしてチャンネル登録、高評価、コメントどしどしお待ちしております。チャンネル登録ポチッとした後は隣のベルボタンポチ、こちらも忘れないようにしてください。動画が上がるたび通知が飛んでいく、そんなボタンでございます。ベルボタンポチ忘れないでね。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、グッバイ。ハイカット。辛い。Come on, boy.